丹波篠山市の美術館では職人技を極めた希少価値の高い明治期の陶磁器を集めた特別展が開かれています。華やかな金の装飾や細やかな絵付け、それに複雑な彫刻などが施された陶磁器、これらは主に輸出用に作られ、国内に残る作品が少ないことから幻の陶磁器と呼ばれる明治期の横浜焼と東京焼です。この特別展は横浜焼と東京焼が輸出される窓口となった横浜の開港160年を記念して開かれたもので、横浜市在住の実業家田辺哲人さんのコレクションの中から選ばれた作品が会場に並びました。また京都出身の陶工宮川鉱山が手掛けた眠りから目覚めた猫を表現した香炉や、花瓶をシラサギや桜の枝で大胆に装飾した作品などが展示されています。明治時代というのは海外に向けて非常に焼き物が多く輸出されたんですけども、絵付けですとか作られてますので、いわゆる我々の美的感覚からちょっと離れたものがありますけれども、そういうのが好まれたということで、非常にちょっと異質なものがありますけども、そういうものを見ていただきたいと思います。この特別展は来月15日まで兵庫陶芸美術館で開かれています。